オデッセイハイブリッドが好きだチャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。このオデッセイハイブリッドに乗り始めてから今でだいたい1年と少し経つんですけど、1年間オデッセイハイブリッドに乗ってみた感想っていうのを今回は話していきたいなと思います。そもそもミニバンっていうものが僕はあんまり好きではなかったので、できたらできることなら乗りたくない車だったんですけど、家族がいたりとか、家族がいたりって言ってもそんな7人家族なわけじゃないんで全ての座席が埋まるわけではないんですけども、結婚しているわけで自分の両親とか、相手方の両親とか一緒に乗せて旅行に行くってなると、7人乗りぐらいの車があると、非常に便利がいいんですよね。7人でフル乗車するっていうことは、そうそうないんですけど、両親の年のことを考えたりすると、これからあまりそういう旅とかに行ける機会っていうのはないのかなと思って、ミニバンを選んだわけです。でやっぱりミニバンの中でもそのオデッセイハイブリッドを選んだっていうのは、オデッセイハイブリッドじゃなくてもあれなんかもしれないですけど、オデッセイっていうのはミニバンの中でやっぱり一番形がかっこいいっていうのが、僕の中ではあったのでオデッセイを選んだわけです。オデッセイは先代のものと比べて車高が高くなったとはいえミドルクラスのミニバンですよね。例えばステップワゴンとかトヨタのノアとかボクシーとかですね、そこら辺と比べるとやっぱりスタイリングっていうのはオデッセイの方がいいかなっていうのは個人的には思うわけです。使い勝手とかいろいろな面で判断すると、必ずしもオデッセイが一番っていうことはないんですけど、見た目はすごく重要かなっていうのがあって、ステップワゴンとかノアとか、ミドルクラスのミニバンっていうのはなるべく天井を高く取って室内空間を広く取っていくっていうのがあるので、フロントガラスのところの競り上がり方は結構急ですし、それに伴って車高も高くてその割に車幅があんまりないんですよね。だから機能的にはもちろんミドルクラスのミニバンの方がいい部分っていうのはあるとは思うんですけど、見た目でいうとオデッセイが圧倒的にやっぱり形がいいんですよね。もちろんこれはね人それぞれ形の感じ方っていうのは違うのでオデッセイがかっこ悪いという人もいるかもしれないんですけど、車高が高くないっていうのは結構やっぱりスマートに見えてミニバンでもかっこいいなって思います。これ1年ぐらい見続けていても毎日見ててもかっこいいなって思えるんで、ミニバンでここまでかっこいいって思えるとは思ってなかったので、そういう意味でも見た目から飽きが来ないのですごく満足しています。あとはこれはオデッセイでハイブリッドだからっていうことなんですけど、燃費がすごくいいっていうことですよね。JC08 モードで 24.4km/L ぐらいの表示がされてたんですけども、実際はそんなには走りません。先日給油したんですけど、その時点で満タン法で 18.6km/L ぐらいだったので、カタログ燃費ほどは良くないんですけど、ミニバンにしたら燃費すごくいいですよね。ミニバンに乗っててももちろん一人で乗る機会も多いわけで、一人で乗ってる時に無駄にガソリンを使うのがすごくもったいなく感じてしまうわけですよね。でもハイブリッドに乗ることで燃費もこれで 1.9 トンぐらいの重さがあって17ぐらいは出てるわけですから、これ今までの累積で 17.6 ぐらいだったと思うんですけど、それぐらいは出てるので、そう思うと、そんなに燃費は悪くないかなと思うので、一人で乗っても燃費を気にするっていうこともそこまでないかなっていう、そういうところもオデッセイハイブリッドの魅力かなと思います。これも1年乗ってて燃費が悪いって思わないで済むところなんで、乗り続けるっていうことが思えることの一つなのかなと思います。あとは運転のしやすさですね。
僕はあんまり運転が上手じゃなくて、別の動画でも言ってるんですけど、あんまり細いところとかを走りたくないなって思う感じの大きさではあるんですけど、まあ、この、まあ、ミドルミニバンとラージミニバンの中間ぐらいのサイズに当たるんですかね。まあ、それでも、まあ、そんなにあの車幅とあの全長でいうとアルファードとかとそんな変わらないと思うんですけど、最小小回り半径が 5.4 メートルぐらいになるので、結構、まあ、取り回しはいい方なのかなと思います。まあ、あんまりね狭い道って行くことがないんであれですけど、あの曲がったりするときとかになんかそんなに気を使わなくてもあの楽に曲がれる感じですし、あの狭いところでも、まあ、気は使いますけどめちゃくちゃ気を使ってちょこちょこ走らないといけないっていうことがないので、まあ、このサイズにしたら運転しやすいのかなと思います。であの普通のミニバンに比べたら多分その座ってる座面っていうんですかね、ちょっと低いと思うんですけど、まあ、だからといってあの低すぎるわけではないので、あのおそらくあの普通車とかと比べると少しあの視線も高くなるので運転もしやすくなると思います。ただやっぱりあのボンネット部分が見えないので、ボンネットが見えてた方がいいっていう人に関してはちょっともしかしたら前の感覚っていうのはつかみにくいかもしれないですね。でもまああのグレードによって違いますけど、カメラもマルチカメラシステムみたいなのが搭載されてて、どれぐらい前方揺れてるかとか、まあ、カメラでも確認することができるので、そんなに問題ではないと思います。でやっぱりあのオデッセイハイブリッドに乗ってて、まあいいなって思う理由で大きいのはやっぱり走りがいいっていうところが大きいと思います。特にあの高速道路とか乗った時の直進安定性はすごくいいですし、でそこにホンダセンシングがついてくるので高速の運転がめちゃくちゃ楽なんですよね。前あのフィットに乗ってた時とか高速長距離乗ったら結構疲れてたんですけど、オデッセイハイブリッドに乗り換えてからあの疲れる感じが本当に減りました。あのそれっていうのも、まあ、ホンダセンシングのおかげっていうのも大きいと思うんですけど、まあ、ホイールベースが広くなってあの車高が、まあ、そこまで高くないので高速道路は本当にあの安定して走れて、こうミニバンだったらこうなんていうんですか、風に煽られたりとかそういう不安ってあるのかなって思ってたんですけど、まあ、オデッセイに関して、まあ、そこまで不安に感じることっていうのは今のところはないので、まあ、そういうところでもあのオデッセイハイブリッドっていうのがすごく満足できる車だなって思います。まあそれに高速道路だけではなくて、まあ、山道とか走っていった時もあの変な嫌なあのロール感とかもなくて、まあ、ミニバンとか乗ってて、まあ、柔らかい車とか乗ると、まあ、山道で結構右に左にロールしていってこう運転しにくいイメージがあるんですけど、まあ、オデッセイもまあもちろんあの重量もありますし、こうカーブを曲がった時とかにその重たさを感じることはあるんですけど、まあ、それでもそんなあのアクセルを抜いてハンドルを切ればスーッと曲がっていってくれますし、まあ、常識的な速度で走る分にはすごくあの安心感のある車だと思います。まあ、若干多分飛ばし気味に走っていってもそんなにあのなんていうんですか、運転するのが怖い感じもなくてスムーズに走ることができるのがいいところだと思います。まあ、オデッセイハイブリッドに1年間乗ってみて思うのは、まあ、ちょっと収納が少ないところがあったりとか、まあ、使い勝手が悪い部分は確かにあるんですけど、まあ、オデッセイハイブリッドをパッと見た時に、まあ、毎回あのかっこいいなって思えることと、運転席に座った時に、まあ、空きが来ないっていうことですよね。まあ、この運転席から見た眺めっていうので、まあ、空きが来るようなデザインがあると、まあ、違う車に乗りたいとかってなったりするんですけど、まあ、インパネ周りもあのブルーに統一されてて綺麗な感じがするので結構この辺りも好きなんですよね。だから運転席からの眺めも好きだっていうのも結構長く乗れる理由の一つかなと思います。であとはもう走りがすごくいいっていうことですよね。ミニバン
らしからぬ走りとは言わないですけど、高速道路の安定性は優れてますし、カーブが続く道でもアクセル抜くだけでもスッと曲がってくれますし、運転しやすい車っていう意味でも、まあ、オデッセイハイブリッドっていうのはすごくいい車だなって思います。およそ300メートル先、まあ、スポーツカーみたいにハンドルを切ってワクワクするっていうことはないかもしれないですけど、まあ、ハンドルを切ってもっさりした感じがしないので、乗ってて嫌な感じがしないって言った方が、まあ、すごくしっくりくるのかなって思います。オデッセイハイブリッドは見た目からしても走りからしても燃費の面でも、まあ、カタログよりかは悪いのは仕方がないんですけど、乗っていて1年間で全く飽きのこないミニバンとして素晴らしい車だと思います。まあ、ミニバンを購入しようって思ってる人で少しお金に余裕がある人はオデッセイハイブリッドもぜひ、まあ、オデッセイもですけど、その検討する車の中に入れてもらえるとすごくいいんじゃないかなって思います。では今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。